皆さんこんにちは2021年度国連ユースボランティア派遣関西学院大学の吉田由美香です私が派遣されたのは中央アジアに位置するキルギスという国です面積が日本の半分なのに対して人口は20分の1ほどであり自然豊かでとても過ごしやすい国ですここが私のオフィスです私は FAO 国連食糧農業機関で 5ヶ月間ボランティアを行いました。FAO と他の機関やメディアなどと対外的に関わるコミュニケーションの部署に配属され資料作成や関係者リストの更新対外的なイベントへの同行などさまざまな業務を行うことができました中でも10月16日にキルギス南部のオシ地域で行われた世界食糧デーのイベントに参加できたことは貴重な経験です こちらが世界食料デーの様子です誰でも参加できる同イベントではたくさんの製品が並べられ生産者の方々から直接品物についてお話を聞くことができました次に生活面についてお話ししますキルギスは旧ソ連の歴史を持つことからビシケクに住んでいる人々の多くはキルギス語よりもロシア語を話します 英語はほとんど使われず、初めのうちはコミュニケーションを取ることで精一杯でした。文字と簡単な挨拶を覚えた後は、キリギスという街を思う存分楽しみました。これはよく通っていたファーマーズマーケットの様子です。国内産の商品に力を入れている企業の食品を購入することで、食料問題について業務だけでなく生活面でも自分にできることを行いました。 最後にこの5ヶ月間を通して私が学んだことについてお話しします。1つ目に言語を超えたものの大切さについてです。業務は英語でしたがただ話すことができればいいのではなく何を話すかが重要視されることを学びました。生活面では慣れない言語の社会で暮らす中でも不思議と意思疎通することができ近所の人やスーパーマーケットの人とも 仲良くなることができました言語はもちろん大切であってこれからも学び続けようと思いますがそれだけでなく学んだ先にににあるるもののの価値を実感します2つ目に人に頼ることの大切さです分からないことは質問したり生活面で困ったことがあればアドバイスをもらったり体調が悪い時にはサポートをしてもらったりたくさんの人に支えられた5ヶ月間でした。3つ目に 個人としてての私についてです。町も言語もルールも違う社会の中で自分自身について考えさせられました日本人としてではなく私としてどう生きるのか私は何をしたいのか業務を行いながら将来について考えることもできましたこれから先についてはまだ考えている途中ですが5ヶ月間で学んだことを未来に還元していきたいと思います 最後に、今、このビデオを見てくださっている人の中には、参加を検討している方もいるかもしれません。国連ユースボランティアが全てではありませんし、自分で選んだ道が、その人にとっての正解だと思います。ですが、自分に自信がなかったり、楽な道に進もうとしているのであれば、一歩を踏み出してほしいと思います。国連ユースボランティアは、 楽なことばかりではありませんが、一つ大きな壁を乗り越えることが人生の糧につながると信じています。